竹内義恵は日本のフリーアナウンサー。元テレビ朝日アナウンサー。現在の所属事務所はアミューズ。東京都中野区出身。小学4年から中学3年まで父親の仕事の関係でアメリカ、スイス、イギリスに住んでいた。東京学芸大附属高校を経て慶応義塾大学法学部政治学科に入学。大学1年はテニスのサークル。 ジャズギターサークルに入っていた。大学2年の時にボクシング部にマネージャーとして入部。最終的にはマネージャー研修部となった。キャンパスパークに属していた2006年、同社のファッション誌、ティレガールに掲載され、さらにミスケオのグランプリに選出された。また、エントリー期間中には、ポッド TV のネット番組、ミスの瞳に恋してるに、 他のミス系王候補と共に出演していた。2008年4月1日、テレビ朝日に入社。2008年6月16日、生放送のワイド、スクランブルに出演。同期入社の本町系、八木雅子と共に、新人アナウンサー3人で挨拶をし、視聴者へのお披露目となった。2008年7月、速報、甲子園への道で、神奈川県大会を担当し、 アナウンサーとしての初出演となった。その後の8月には、第90回全国高校野球選手権大会、中継で、スンスン、リポートを担当した。2008年10月3日から、ミュージックステーションの8代目サブ司会を担当。2013秋に降板するまで5年間出演し、番組史上最長である。2008年10月5日から、ヤベッチ FC。 日本サッカー応援宣言に出演。J リーグ開催スタジアムからの現場リポート、不定期で番組最後に放送される、竹内の告知 FC という告知コーナーを担当していた。2013年4月7日から、新興キャスターを担当。2009年2月28日と3月1日、アイドル歌手ユニット、業務命令のメンバーとして、 テレビ朝日アナウンサーによる朗読劇ボイス6に出演。また、オリジナル楽曲ビーナスエスケープを披露している。2010年9月6日、Q 様。みんなで漢字検定受けちゃうぞ。奇跡が起きた合格者大連発 SP にて、松尾由美子と共に漢字検定準一級に合格した模様が放送された。2010年11月から2011年9月まで。 先っちょの二代目進行を担当。番組の企画を兼ねて、アメーバブログに番組名義でのブログを解説。2011年4月8日から2012年10月6日まで、おかずのクッキングにてアシスタントを担当。2011年7月、世界水泳2011にて現地キャスターを担当。この際中国のネットユーザーから世界水泳で一番の美女として注目を集め、 多くの中国ウェブメディアで称賛された。2011年10月2日から、報道ステーションサンデーにスポーツ、お天気キャスターとして出演。朝日新聞デジタル報道ステーションサンデー、注目ニュースランキング、スポーツ、お天気コーナーを担当。お天気コーナーでは、実質のイラストで最後を締めるのが恒例となっていた。2012年7月、 ロンドンオリンピックに向けた日本民間放送連盟の PR スポット CM 発表会にテレビ朝日代表として参加。さらに、同オリンピックの期間中にはテレビ朝日制作の中継で現地キャスター兼リポーターを務めた。2013年朝日放送、テレビ朝日共同制作の熱湯甲子園でキャスターを担当。同大会の地方大会期間中には速報、 甲子園への道の全国ネットパートでキャスターを務める。2014年には、ソチオリンピックの期間中に、テレビ朝日系列の現地キャスター兼リポーターを担当。また、他局の五輪中継担当アナウンサーと一緒に、日本民間放送連盟のキャンペーン CM、ソチをうちで見るなら民放で、出演するとともに、それぞれの所属局で担当する、レギュラー番組にもゲストで登場した。 2015年3月30日から2018年9月までスーパー J チャンネルのメインキャスターを担当。入社後初めて本格的なニュース報道に携わる。2018年10月からは報道ステーションの月木曜日のスポーツキャスター及び金曜日のメインキャスターを担当。2019年3月に同学年で医師の一般男性と結婚。 2019年7月20日、テレビ朝日を退社し、報道ステーションは9月末で降板することを発表した。退社日は12月31日、テレビ朝日退職後は医師である夫の勤務地の静岡県へ移住。竹内自身は家庭生活に専念したい思いを持っていたが、夫から暇そうだから仕事してみたらと言われたことと、 アミューズからの誘いがあったことなどもあり、静岡県を拠点にフリーアナウンサーとして活動を再開することを決意。再開するにあたり竹内は仕事と家庭の両立を目指しつつ様々なことに挑戦したいとの意思を示した。2020年9月16日、自身のインスタグラムにて第一子妊娠を発表。2021年2月2日、第一子男児の出産を報告。 身長163センチメートル。特技は寝ること。趣味は映画鑑賞、音楽鑑賞、一人旅。好きな言葉はドン r y b ビーハッピー。Worry, be happy. ラジオテレビテレビ朝日時代。ありがとうございます。